You're listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりましたカラフルスタイルクロス、本日もこの時間からお届けしていきます。本日番組のパーソナリティを務めますナナピーです。明宏です。よろしくお願いします。お願いします。8月ですよ。はい、8月、もう梅雨明けましたね。明けました。はい、ようやくカラッとした天気になりましたね。そうなので、なんかこう、まあ、8月ね、はい、この番組のテーマ、うん、夏っていうことでね、なんか私たち、僕たちも今日は、はい、浴衣で登場しました。今日ナナピーに着付けをしていただいて、ありがとうございます。似合ってますよね。本当は、うん、村人みたいな感じで。いや、そんなことない。なんかすごい本当にぴったりだった。本当よかった。あの柄のチョイスがね、ナナピーさすがだなと思って、うんうん、そう、今日はなんか、はい、私がね、ちょっとこういうカゴみたいな柄で、はい、うん、なんか秋にはちょっと大柄の ねなんか浴衣が似合うんじゃないかと思って、色もちょっと変えて、はいはい、私がチョイスしてきました。ありがとうございます。帯とかさ、選ぶの楽しくない？楽しい。楽しいよね。でさ、すごいナナピーさ、うん、帯も何本も持ってんのね。いやいや、うちそう、うん、あの彼もパートナーもすごい和服が好きだったりとかして、うんうん、そう、結構いっぱいあるんだよね。いいな。キリダンスとかもさ、買っちゃって、もう、すごい入ってるから、そう。僕結構和服好きで、うんうんうん、あの京都とか行くとね、うん、そういう和服の着れる体験とかして、はいはいはい、で写真撮ってもらうサービスがあるので、うんうん、よくそれ使うんですけど、自分用でやっぱ欲しいなって改めて思いました。いや、いいよ ねこれなんか袴とかも持ってたらさ、かっこいい。かっこいいし、そう、あれナナピアって結婚式で袴着てましたよね、うん、着てた、ね、うちの彼は自分でも袴とかいっぱい持ってるから、そう、自分で着て、うんうん、私袴はちょっと着付けできないんだけど、うんうん、そう、まあでも楽しみ、楽しもう。そうだね、いいね。あの、はい、コロナのね、まだ状況でありますけれども、うん、その中でも楽しめることっていっぱいあるでしょうから。そうだよね、はい、今年初めて浴衣を下ろしました。下ろしたっていうか、うん、ありがとうございます。僕も今年初物でございます。初物まあ夏っぽくね。そうですね。少しでもちょっと夏気分をね、はい、お届けできたらなと思います。はい、はい、では番組の趣旨の説明をさせていただきます。この番組は LGBT×〇〇 をテーマに、セクシュアリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストのライフスタイルを通して、未来をより明るく、明日がもっと楽しくなるスパイスをお届けいたします。 LGBT とはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生活することを望むトランスジェンダーの方、さまざまな性のあり方を持つ人々の頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集しておりますので、感想やご要望などどんどんお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp です。続きまして番組スケジュールです。ちょっとね、苦しくなってきた、はい、この帯がね、帯がね、そう、はい、番組スケジュールです。はい、レギュラーコーナー、こちらでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌、ニュースなど様々な情報をご紹介いたします。続きましてゲストコーナー、クロスフレンズ、個性豊かなゲストさんをお迎えしてトークライブを行っていきます。本日はね、アッキーと私2人で8月のテーマ、夏にぴったりのトークをお届けいたします。LGBT って何、自分には関係ないという方にも聞いていただけると、より素敵な人間関係の構築にも役立つと思いますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えていますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。
ライフネット生命では2015年11月4日から同居期間など一定の条件のもと同性のパートナーを死亡保険の受取人に指定していただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類等のお手続きに必要な書類に加えて同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへ歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。イケてるからあってバンディンマイバーゲンソー、ライトに照らされて踊る好きマイラバー、まさかの誘いに記憶を預けて Funky Night I'm looking for you、 見つめる視線のその先には僕を意識してる、もしもそうならぶつかるふりして近づけたらもうあとはわかるよ、Sing this song for you, we like it good. 朝まで続くクロスオーバー、キラキラウィッシュオブザー、最高のウキウキショータイム。 I can't give you my lover、 この気持ちは極彩色に光るパラダイス、 Can't stop falling in love、 嬉しすぎてシャララ。気がないふりして Blending my love and peace、 不思議な魅力がある Nesty my lover、 知らないことだらけ同じ気持ちなら Funky night、 You make me feel the way to what you think about、 誰かの未来に君がいるなんては考えたくもない、もしもそうなら他に代わりはいない、素直に思える、あとはわかるよね、Sing this song for you, we like it good. 朝まで続くクロスオーバー、キラキラウィッシュオブザー、最高のウキウキショータイム。 I can't give you my love、 この気持ちは極彩色に光る。お送りした曲はアンダープレイヤーのクロスオーバーでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより7時50分まで生放送でお届けいたします。いはい、続きまして今週の気になるトピックです。本日はこちらです。はい、リアルなレズビアンの日常を描いた伝説のドラマ L の世界、その10年後を描いたジェネレーション Q が日本上陸でございます。イエーイ。 L の世界というドラマ自体は知ってますか？うん、私見 え、はい、あの見えたって、あのね、はい、見えた当初から結構見てたんです。あ、本当に？シーズン多分ね、途中で終わっちゃってるんだけど、うん、シーズン3ぐらいまでは見てるはず。あ、そうなんだ、うん、結構さ、うん、あのリアルというか嫌味のないさ感じのストーリーですよね、うんうんうん、そう、かっこいいのみんなね、うん、でこのね、L の世界の、続編が、まあ、オンラインの動画配信サービスも Hulu で8月、はい、うん、28日から配信がスタートということです。8月28日から、はい、で8月1日からは、うん、前作のシリーズが再放送というか、うんうん、はい、配信されているそうなので、うん、まずそちらをですねまたチェックしていただいて、うん、はい、その後に8月の28日から続編が見れるということですね。なるほど、はい、これはなんかさ、うん、
いろんなシリーズ他にも LGBT に関連する作品ってあると思うんですけれども、うん、この作品僕とても見やすいなという印象があって、うんうんうん、なんか LGBT を含めた、まあ、マイノリティの存在が、うん、いろんな人に知るきっかけになったのかなと思っていたので、うんうん、また続編が出てちょっと嬉しいですね。そうなんだよね、かっこよくてセクシーで、はい、うん、私も昔ね海外ドラマ、うん、今も好きなんだけど、はい、よく見てて、うん、L の世界本当大好きだったから、うんうん、ちょっとね自分がどこまで見てるかちょっと今定かではないところだから、はい、もう一回ちょっと最初の方から、ね、せっかくだから見直して見ようかなと思ってる。そうだね、うん、なんかさせっかく梅雨明けて、うん、ザ夏みたいな感じになってきたけれどもやっぱりコロナがさ、うんうんうん、まだまだ勢いがね強いですから東京もね特にね。なのでまあお盆休みとかね、うん、皆さんある方とかはこの機会にぜひ再度チェックしていただけたらなと思って今週のトピックであげました。素晴らしい、いいね、はい、そういう夏の過ごし方の一つの提案、ねうん、L の世界、はい、ザ・エルワールド、エルワールド、ね、素晴らしい、はい、楽しみです。私もちょっと絶対見る。あぜひお願いします。お願いします。はい、いや楽しいもん、あのドラマは、ね、G の世界はないよね、うん、いや欲しい G の世界作りたくないどうなの、グリーはグリーはまたちょっと違うもんね。グリーはもう音楽のね、そうだよ、ミュージカルというか、ミュージカルですよね、はい、あれも僕すごく好きでした。私も大好き、はい、もう終わっちゃって ねそう最近なんかその登場人物の人が亡くなっちゃったりとかしてたけど ね、うんうん、そっか、いるの世界、はい、見ましょう。はい、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします、はい、じゃ続きましてね1曲また挟ませていただいて、うん、引き続きトークライブをお届けしていきます。はい、トモネの LGBTI その壁を越えてです。嫌われるのが怖かった。革命
送りした曲はトモネの LGBTI その壁を越えてです。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより7時50分まで生放送でお届けします。いはい、続きましてはクロスフレンズ、本日は2人でね、はい、なんか夏っぽい夏っぽいトークライブをねお届けしていきたいと思います。夏っぽい、夏っぽい、はい、夏ですね。夏仕事しかしてこなかったので、うん、あんまりこれみたいなのないんですけれども、うん、強いて言うのであれば、うん、もう 7,8 年ぐらい前の夏にですね、墨田区の花火大会に昔行ったことがあるの、うんうん、はいはいはい、で、その時はね、僕と、うん、当時の彼氏と、うん、あとビアンカップルの2組で、うんうんうん、そうビアンカップルとで、そう行ったんですよ、うん、はいはい、で、やっぱね場所取りに相当早く行かなきゃっていうことで場所取りしたんだ。したあの朝ね俺僕9時ぐらいに行ったんですけど、うんうん、それでももう遅くてそうだよ、ね、いい場所も取られてるんですよ、うん、で仕方がないから、うん、結構探して、うん、まあ、なんか良さげなところを見つけたのはいいものの、うん、やっぱりもうさそんなの午前中に終わっちゃうじゃん、はいはい、でも花火大会って始まるの夜じゃんか、うん、相当暇なわけよ、うん、で暇だからしょうがないからそこでさお酒を買ってきても飲んだりとかして、うん、でそこで仲良くなった男女カップルさんがいて、うん、でザ花火が始まった時も一緒に過ごしてたんだけれども、うんうん、そのうちのね、うん、彼氏さんが、うん、男女カップルの彼氏さんが、うん、トイレ行ってる間に、うん、その女の子の方に、うん、実は私バイなんですって言われて、でその子たちからもその子から見たらもう僕とか、うん、ビアンカップルがもうカップルだってもう分かってたから、うんうんうん、言いたくなっちゃったっていうことでお話してもらって、あそうなんだって言って話をしてたら、うんうん、今度その女の子がねトイレ行ってる間に、うん、このもその子の彼氏さんが、うんうん、いや実は僕、うん倍なんですって同じこと言ってて、うん、でもそれってお互いに話してるんですかって言ったら、うん、いや伝えていないんですって言うから、それ困ったよね。困った、めちゃくちゃ困った。でもとりあえずもちろん僕たちは言わなかったけれども、うんうんうん、なんかさ実はね倍同士のカップルだったっていうのが面白いね。はい、それがね夏のある意味思い出というか印象深かった。そうだね、印象深かったっていう記憶がございますね。あそんな花火の下でそんなことが行われてたんですね。いやだからやっぱ結構多いんだなって思った。いや、うん、多いよ意外とね、うんうん、それ言えてないだけでっていう人って結構いっぱい出会う、うん、そうだよね、うん、本当によく出会う。はたから見たらやっぱ男なんで僕たちがゲイカップルだって分かったんですかって話したら、うん、もう距離感が近すぎて、あイチャイチャしてたの？イチャイチャしてたつもりはないんだけど、うん、やっぱこう隣同士にいる距離感が、うんうん、友人関係よりもちょっと近いように恋人に見えたっぽいんだよね。なんでなんだろうね、うん、なんかさうちらもさ、うん、このラジオのメンバーでさ、はい、私たちと、うんうん、あとレズビアンのカップルとかね、うん、いるじゃない、うん、でみんなで歩いてたらさ、はい、こうなんかこう人ってさ、こう男女でペアでこう見るっていうかさ、はい、ここがカップルでっていうふうに想像しそうなもんだけどもさ、はいはい、絶対そう見えないというかさそうだ、ね、どう見てもレズビアンとゲイに見えるよね。そうだね、不思議だよね。何なんだろうなと思ってるけど、言葉では表現しづらいよね。そうそうそう、ここは面白いよ ね、なんか花火大会、私は隅田川の花火大会って、はい、もう怖くて近づいたことがないんだけど、なんで人が多いから。そうだね、うん、人混みが嫌っていうのとやっぱりね、はい、うん、怖い怖い、うん、なんかもう流されていくだけみたいなことを聞いたことがあって、あ確かにそれはさ、うん、帰りとか特にそうだよね。そうだよね、もう帰りはもう本当にね辛かった、うん、だってさ電車乗れないんだもん全然。マジか。だって駅に行くまで大変だし、そうだよ、それはそうだわ。いざじゃあ駅に着いたと思っても満員電車でしょ、うん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 、だからもうそれから花火大会は行かなくなりました、うん、うちはなんか江戸川区でね、うんうん、江戸川の花火大会っていうのが、はい、まあ、千葉のとかと一緒に共同でやってるんだけど、うんうん、そこはもう毎年ちゃんと前日、うん、まあ、時間が決まってるんだけど、はい、場所取りをしてやってる、うん、その場所取りも本当1日がかりで、みんなでその結構大所帯だから、うんうん、コミュニティのメンバーとか、うん、その家族とかみんな集まるから、はい、1日がかりで、うん、まあ、みんな仕事休んだりとかして、うんうん、場所取って毎年見てたガチじゃん。ガチだよ、ガチガチ。すごい、本当熱中症にね気をつけなくちゃいけない。そうだね、本当に
待ってるだけでも汗ポタ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 。確かに、いやあれやばいよね、本当に危ないなって毎年その危険を犯しつつ、ね、なんかさ、うん、てっきりナナピーはどこかの場所取りに最近行ったのかなと思うぐらい今日肌が黒いですね。あ、そうなんですよね自粛焼けです。あ、自粛焼け家から出てないはずなんだけど、なんかさ、さっきさ、このさ浴衣をさ、はいはい、楽屋でさ、ね、着てる時に、うん、なんかほらやっぱこう体見えたんだけど、はいはいはい、いつも肌白くて綺麗なのに、ね、今日は黒くて綺麗だなっていう。いやあのね、はい、実は家族とね、はい、あの実家に一回帰りまして、ねうんうん、海に行って。あ、そう。そうなんです。でちょっと変な焼き方しちゃって、はい、あのヒサロ行ったのよそしたらちょっと思った以上に焼けちゃった、うんうん、なるほど、はい、ヒサロね、実は僕もたまに行くんですよ、うんうん、僕はうちのバルコニーでテンサロみたいな感じで焼いてるんですけど、ね、いつもそういう写真がね上がってます、うん、ツイッターでね、うん、でなんかそうパン一だからさ、跡がつくからね、そう跡ついちゃうんですよ、うん、あれ結構ダサくてさ、うん、それを隠すためというか、うん、色合いを同じにするために、はい、焼きに行くんだけどさ、うんうん、まあヒサロってやっぱり手っ取り早いよね。いやでもさ、なんか、うん、私もその T シャツの跡とかが嫌だったからヒサロに行っちゃったんだけど、うんうん、はい、うちのパートナーとかさ、はい、結構そのパンツの跡をつけたがる人で、はい、なんかゲイってそういう人多い気がしてたんだけど、銭湯とか行くとすごいはっきりしててるよね。そうそうそう、あのなんていうの、ブーメランパンツっていうのかな、はいはいはい、なんて共栄パンツ、はい、共栄パンツのなんかこう日焼け跡をつけてる人多いよね。あれでも世代なんじゃないですか、その興奮する世代あ、なんかこれそんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、うん、そうかもね、そういうのもあるかもしれない。だって僕たちそういうのあんま興奮しないでしょ、その日焼け跡に。そうそうそう、その日焼け跡に興奮っていうのはあんまりないかな、ね、でもなんかちょっとやっぱね、諸先輩方々はさ、そういうの好む人が多い傾向にあるのかな、僕の中ではあるか かな、そういう印象ね、フェチみたいなのも ねあるしね、あの競泳パンツのフェチは多いですから ねこの世界が ね、 そうだね、なんかちょっと夏のねテーマだ、あ、まあでも夏間違ってない、夏っぽいでしょ、テーマ間違ってないそうだよ、うん、なんかそういう夏の恋の物語みたいな、夏の、なんかないの、夏の恋の物語、そんなものもありませんよ、もうひたすら終わっちゃったじゃん、もうひたすら働いて働いて働いてみたいな感じで、でもなんかその恋じゃないんですけど、うん、僕は東京来て今年で14年目なんですが、うん、初めてお盆休み取れるの。おめでとうございます。そう、めっちゃ嬉しい、うん、しかも3連休、うんうんうん、だからそこはちょっと嬉しくて、はい、でじゃあ何するかっていうと、あえて何もしないで、うん、もうお家でひたすら、うん、ゲームをしてたい。あ、マジで最近ね。あ、でも3連休だもんね。そう、うん、あのね、オセロニアっていうさ、オセロのゲームに僕すごいハマってて、うん、なんか、まあ、基本オセロなの、うんうん、だけどオセロの駒をひっくり返した時に相手にダメージを与えることができるみたいな、うん、じゃあいっぱいひっくり返せばその分なんかすげえダメージ。そうそう、でプラスなんか使うそのキャラクターとかもいろいろあるわけですよね、うんうん、そのキャラクターの、まあ、強さとかもいろいろあって、でね、そのね強い駒を獲得するために課金とかすんの、うん、やばいやばい。で僕今までそういうゲームとか基本してこなかったし、まあ課金とかあんまする感じじゃなかったんだけど、うんうん、初めて課金しちゃった、うんうん、もうね、やっちゃったね。そう、1万円ぐらい突っ込んじゃって、やばいね。いやこれでもあれ危ないね。そうだよ、あのさ今ポチってもう指紋認証でできたもん、ね、そうなの。でしかもさ ガチャなわけよ、はいはい、なんかさ出てこないの、全然欲しい駒が、うん、悔しいからまたやるじゃん、うん、また課金する子なんじゃん、うんうん、もうこれダメだと思って、うん、もう絶対課金しないと思って。1万円あったら美味しい、そうだよ、超豪華なランチ食べれる、食べれる。でもね、もうほらコミュニケーションの一環で僕お酒飲みに行くことが多かったんだけど、うんうん、もう全然行かなくなったから、まあ別の、そう、ストレスの発散口が、うん、今何もないわけよ、うんうんうん、お酒もないし、なんか趣味のさバドミントンとかもそんな、うんうん、やっぱり前より練習行けなくなっちゃったから、そうだね、そうだからちょっと、うん、はい、自分の維持するための課金ということで、ね、はい、納得させてます自分をね、自分にこう言い聞かせてね、納得してるってことでしょうけど、はい、そうなんだ、なるほどね。私は、うん、全然ゲームとかしないから。何やってんの。何もしてない。まあでも海外ドラマ見たりとか、うんうん、それこそ毎日なんか本を読んだりとか。出筆の方で忙しいんじゃない。出筆もしてるよ、出筆もしてるけども、うん、ほんと1割ぐらいで、うん、あとは
8割テレビ、あ、テレビって、まあ、テレビはあんま見ないんだけど、はい、映画を見たりとか、はいはい、あとは本当に本を読んだりとかっていう時間が多いかな。読まなくちゃいけない本が最近すごいありすぎて。そうだよね、なんかこの前さ、うん、あの宗志くんがさ、はい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 、ね、あの LGBT とハラスメント、ね、そうそうそうね、はい、あれすごく勉強になるよね。あ、読んだ？半分だけね、私もまだ半分読んだけど、はい、宗志くんごめんね、すぐ読みます全部読み切れてないのすぐ読みます、移動時間とか使って ね、読もうかなと思ってるんだけど、そうそうそう、でもまあ3日間しか休みがないとなると、やっぱりその限られてくるよね、1日はちょっと寝たくて、そう、こう5日間ぐらい休みがあれば、連休があれば、なんか好きなこれしようかな、どこ行こうかなとかなるけども、うん、3日間ってなるとすごいちょっと貴重だよね。そう、意外とあっという間に金土日だけだから、そうだよね、だから最後の日なんてさ、うん、もう次の日の仕事のこと考えてるから、そうだ ね、 ね、そうなんです、10連休ぐらいあればけどね、ね、来年は取れるようにね、もうちょっと会社を成長させます、はい、はい、頑張ってください。ここでね、もう一曲挟んで、引き続き夏っぽいトークライブをお届けしていこうかなと思います。はい、では曲の紹介をお願いします。はい、浜崎カレンの Your Smile です。した曲は浜崎カレンの Your Smile でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けします。はい、はい、本日は2人でね、夏っぽいトークをお届けしてまいります。いきましょう。はい、こうなんか夏といえば、はい、何とかっていうのある？まあでも割と僕の中では夏といえばホラーかな、うん、ホラー、はい、僕毎週週末にね、うん、まあ、好きなユーチューバーさんたちが、はいはい、まあ、全部怖い系ホラー系なんだけど、大体週末に動画配信してるから毎回いろいろ見ているんだけど、まあ、その中でね、ちょっとせっかくなんで僕の体験もちょっと怖い話してくれるの、はい、しようかな、まあ、怖い話とか結構なびっくりした体験だったんですけど、自分のご自分の体験、そうそう自分の体験、なんかね、うん、今のお家って暗くする大丈夫映んない分かんなくなっちゃう、うん、住んで1年ぐらいなんですけれども、はい、あのね、去年の6月ぐらいに引っ越ししたんです、うん、はい、でそれこそこのね時期ね、夏、まあ8月9月ぐらいに、うん、うちって僕とパートナーとワンコ、うんうん、マロンのね、まあ、2人
2人と1匹で暮らしているんですけど、うんうん、まあ、パートナーが会社の飲み会だって言って、はい、まあ、夜遅くなるということで、うん、僕先1人で、まあ、あのベッドにですね横になっていたんですよ、うんうん、で結構ねもう12時過ぎていて、うん、でなんかもうなんだろう間接照明だけつけて、うんうん、結構横になっていたらさ、うんうん、急にマロンが、うん、玄関の方というか、うん、そう玄関の方誰もいない方をじーっと見つめてるのを、うん、いつもだったら僕の真横か僕にくっついて寝てるのに、うん、なぜかその時だけ玄関の方を方角を見ているわけよ、うん、なんかあもう今日はなんかあれだなと思ってたら扉が開く音が聞こえたのガチャって、うん、でガチャって聞こえてガチャっていうのはその鍵を開けるガチャっていう音と扉を開ける音が聞こえたの、うんうん、だから帰ってきたんだなと思ったの、うんうんうん、そう思うよね。そう、そしたらさ、うん、誰も入ってこない感じだったから、うん、あれと思って見に行ったら誰もいなくて、うん、そしたらマロンもずっとさなんかうなったり吠えたりしてんの、うん、やばい。でうわマジでと思って、うん、怖いなと思いつつ、でなんでその時に余計に怖いかなと思ってたかというと、うん、実はうちのベランダってね2つあるんですよ、うんうんうん、で1つ側からは下にね綺麗、うん、なお寺があって、うん、お寺の横にやっぱお墓があるんですよ。綺麗、うん、なっていう必要あった今いやでもちゃんと、うん、なんだろ う, こう、ね、供養されているっていう感じ、はいはいはい、うん、だから、まあ、引っ越しする時も最初お墓見えるけど、うん、まあまあ綺麗に供養されてるから大丈夫だよね、はいはい、と思ってたし、はい、そうでとはいつも、うんうん、なんかうちのマンションって、うん、共有スペースが結構広くて、はいはいはい、なんかマンションの入り口から自分の部屋まで、うんうん、結構な道を、ね、そう歩くんだよ、うん、そう歩くじゃん、はいはい、で大体やっぱさ一時ねその通路を夜こう歩いてると後ろから誰かに見られてる気がしてる時期が一時あったの、うん、でなんか僕それ嫌だから毎回そう思った時は大体玄関入る前に塩撒いてんだけど自分に、うん、パパって、ね、パパッと巻いて入ってて、でそういう結構気にしいだから余計にねうわーっていう風に思ったっていう体験があったっていうのが夏の思い出ですね。なるほどね、まあ、ちょうどそうだねもうこの時期ぐらいな、ちょっとやっぱり思い返すとやっぱお盆だから あその時期もね、そう、うん、で実はね、うん、僕が住んでいるそのマンションの土地っていうのが昔は病院だったらしいの、へ初めて気にする人はそういうとこ住んじゃいけないと思うよ。そうで僕それ知らなかったので、うん、パートナーは知ってたんだって、うん、あそうなんだ。しかも結構有名な精神系の病院の跡だったらしくて、へあそうなんだみたいな、で結構地元民、うんからすると有名なとこらしくて、うんうんうん、その話を聞いて余計に怖くなっちゃったっていう。面白い、はい、面白い、結構リアルでしょ、怖い話面白い、ね、うん、なんか自分は、うんうん、なんだろうな、そんなにね幽霊を見たことないし、はいはい、私もともと葬儀屋さんをやってたんだけど、あそうだそうだそうだよね、葬儀関係なんで葬儀に勤めてたかっていうと、うん、まあ、そういうなんかセレモニー的なものも好きだったんだけど、うん、なんか幽霊のお友達欲しいなって思ってたやべえやついろいろやばいんだけど、はい、なんかねそんなはっきり見たこととかないし、はい、あれなんか悲しまりがすごく多いの、でなんかなんだろうな、まあよくよく悲しまりになるんだけども、はいはい、なんかちょっと霊現象的な悲しまりとそうじゃない普通に本当に疲れてみたいな時もあるんだけど、うんうんうん、一回ねなんかすごいこんな感じで寝てたの、こう手がどういう感じよ手が自分の顔の周りにあって寝てたのよ、うん、で、はいはいはい、あ来ると思ったの、わかるんだ、そう来るって、あ来るわと思ったら、はい、やっぱりあの女体動けなくなって、もう自分じゃ動かなくなるんだけど、うんうん、でも勝手に体を操られちゃって、はい、自分の両手でこうやってなんか自分の顔をなんかめっちゃすげえグリグリされてなんかあーやめてくれみたいな言葉は出ないけど心の中で思って、はい、はい、すごい夢だったかもしれないんだけどなんかすごい怖かったイメージは。確かにさそれをさ、うん、やられている自分からすると怖いんだろうけど、うん、こうやって聞くとどっちかって面白い話だねそれこのさこの恨みがすごくない？確か恨み何なんだろう、何かを伝えたかったのかもしれないね。あとすっごく淫乱な幽霊どういうこと？何だろう、金縛りにあったんだけど金縛りで、まあ、体動かなくなるじゃない、はい、でやっぱ声とかもその時聞こえたりとかして、うん、耳元ですごいエロい言葉言ってくるの例えば例えばは言えないんだけどなんかすごいボソボソボソってなんかエッチな言葉を耳元で言ってくるので、なんだろうこっちは動けないしくすぐったくてしょうがないのよその声が。それさもうさ
金縛りとかじゃなくてパートナーさんなんじゃない？違う違う、その時は誰とも付き合ってなくて、しかも声が女性の声だった。へ、なんか心の中ね、私はゲイなんですみたいな襲わないでください私はゲイだからね、お女性じゃねって。そう、いや怖かったよ。そうだよね、そう体験。なんか幽霊にもやっぱ個性があってなんていうの、ちょっとみんなだったりとか、ね、はい、なんかすごい恨みを持って、なんか体のやつパワーワードなんだけど幽霊にも個性があるそうでもなんかそういう科学的に証明できない〇〇みたいなものって、やっぱりなんかいざ自分が体験重ねると、うん、やっぱりそういう存在も否定できないなって思うようになりました。いやそうだよ ね。なんか一回なんかその同棲してた彼氏と同時に金縛りになってたこととかもあって、まあまあよくわかんないね。なんだろうね、そういうのって。私金縛りのプロだわ金縛りのプロ。そう、金縛りね、確かになんか金縛りとかそういう体験ってさ、うん、体験したことない人からしてみれば、どうせなんか寝ぼけてたんでしょとかさ、よく言われるんだけど、うん、いざ体験すると結構怖いんだよね。私一番最初にね、金縛りになったのは、うん、中学生の時だったんだけど、うん、1週間連続で金縛りだったの、でもう怖いから自分のベッドで寝れなくて、お母さんと一緒に寝てたんだけど、はいはい、そしたらその1週間後に向かいに住んでる、うん、その時団地に住んでたから、うん、向かいの人が一人で住んでたおばあちゃんが亡くなってたの、うん、でその妹がその枕元に立ってたんだよって言って、うん、あの管理人さんに言ってドア開けてもらって亡くなってたのが分かった。だから私、ね、多分気づいてほしかったのかなと思ったけど、はいはい、金縛りされたぐらいじゃ分かんないかな確かに、はっきり言ってよって思ったんだけど。そうだよね。そう、それを機にあの本当にいろんな金縛りを経験してきた。 なんかさ、そう、なんか起業してる人とか特にさ、験担ぐ人もやっぱ多くて、うん、僕もその一人なんだけど、うんうん、だから気にしいだから、年に一回やっぱりね、ご祈願っていうの、はい、そういうの行くんですよ。あ、そうなんですか。はい、ちゃんとお祓いすんの、うんうんうん、で毎年行くとこがあって、うんうん、そこをさ、うん、白蛇さんを祀ってるとこでさ、弁財天とね、うん、はい、でもともと僕テレビで知ったの、うん、めっちゃなんか金上がりますよみたいな、で、まあ、品川区、ね、そうの方で、で、あの大体ね毎年この時期に行くもんですから、うん、この前もやっぱ行ってきたの、予約して、はい、もうさ超大雨だったのに、うんうん、すっごいやっぱ並んでて、うんうん、行列で、で僕はご祈願で予約してたからスパンって入れるんだけど、うん、その人たちただこうお参りするだけでめっちゃ並ぶの。でもそこに行った人やっぱりね、その金は上がるみたいで、僕もあの後で教えるよ。分かった。まあ、まあでも蛇久保神社さんで多分出てくる、品川蛇久保神社とかで検索すると出てくるんで。金運ね、そう、大切だよね。なんかあんま行っちゃいけないのかなとか思いつつも、うん、なんかね、僕はそういうハッピーなことが多かったからシェアしようと思って今お伝えしてるんですけど、うん、行っちゃいけないよ、もう終わりだよ次は私がやめて私が原担ぐ分だ。その原担ぎなんか、ね、なんか 気の持ちようなんでしょうけれど、気の持ちようが大切だもんね。そう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 、気持ちが大切だから ね、病気もね、なんか気持ちからみたいによく言いますよね、まあ、昔の人はねそう、今日村人っぽいからそうね、はい、曲いきます。そうですね、曲挟んでまたね、夏っぽいトークをお届けして、はい、このちょっと怖い話ね、面白かったけど、はい、ね、また今度ね第2弾やりましょう、はい、またぜひやりましょう、はい、じゃあ次の曲の紹介をお願いします。はい、NB ガブリエラの生きるです。
お送りした曲は NB ガブリエラの生きるでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けしています。いはい、本日はね、アッキーと私で2人でね、夏っぽいトークをっていうことでね、はい、お話ししているんですけども、幽霊にも個性があるやめないよ、なんかそう、あったよパワーワード、はい、そうね、なんかアッキーの方からね、はい、告知があるみたいで。あ、そうです、告知、はい、ありがとうございます。はい、この時間を使って、はい、ありがとうございます。なんかイベントがあるんですか。そうなんですよ、うん、ちょっとセミナーに登壇することになりまして、うんうん、はい、あ、これですね。そうなんです、はい、これはですね、ホームズっていう、はい、不動産のポータルサイトを運営しているところなんですけれども、はい、そこで、まあ、LGBT を含めたですね、まあ、マイノリティの方々がやっぱり家を探すにあたっていろんな課題があるよねということで、はい、不動産業界の、まあ、会社さんとかオーナーさんに向けてですね、はい、いろんな人もいるんだよということを、まあ、知ってもらうきっかけとして、まあ、イベントを開催しているんですけれども、はい、まあ、勉強会みたいなものですね、うんうん、それを今回オンラインで、はい、オンラインセミナーという形でやることになりまして、はい、今回は LGBTQ ということで、はいはい、僕が、講師として登壇させていただくことになっております。でこれがね、うん、木曜日の、まあ、夕方から行われるんですけれども、はい、一応ですね完全に予約制というか、はいはい、あれなので、一応締め切りが明日までということで、はい、ぜひ皆さんにもですね、興味ある方も不動産業界に関係ない方でもですね、まあ、実際に同性カップルを含めた、まあ、LGBT の人たちが家を探すにあたってどういう、まあ、課題があるのかとか、あとはアイリスが今までどういう思いでこの会社をやってきたのかみたいなところをですね、はい、興味持っていただけるようであれば、うんうんうん、ぜひぜひご参加いただけると嬉しいです。なるほど、これはもう Zoom を使った、はい、イベントで、まあ、はい、この加工に書いてある通り、うんうん、受講料が無料、ね、無料なんです、はい、で8月の6日、はい、木曜日の5時から6時半までの会場、はい、まあ、会場というか、まあ、そのイベントで、はい、締め切りが明日なんですね。そう、明日なんです、はい、でね、なんで今回このイベントを登壇させていただくかというと、うんうん、はい、実は不動産業界ってやっぱ保守的な業界っていう印象がやっぱ自分がねこの業界で働いてるからこそやっぱ思う部分も強くて、はい、でも、うんうん、最近はこうやって業界の内側からアップデートしていこうぜっていう人たちがすごく増えたなっていう風な印象があるんですね、はいはい、うん、でやっぱそういう企業も増えてきたっていう中で、うんうん、この、ホームズさんの動きっていうのにすごく共感して、ぜひぜひこの輪を広げていきたいなっていう思いからですね、はい、ご一緒させていただくことになったんですよ。なるほど、このページはホームズさん、ホームズで調べていただいて、はいはい、これをネットからここからこれはね、なんか特別の LP 画面らしくて、ね、検索しても出てこないので、うんうん、後ほど僕のツイッターで、公表させていただいているのでそれ見ていただくか、はいはい、もしくはうちのですね、ラジオのツイッターですね、うんうん、あそこでも放送終わった後リツイートしてもらう予定なので、はい、そこからちょっと開いていただけたらと思います。なるほど、まあ、定員50名ってなってるから、そうなの、すぐ埋まっちゃうかもしれないけどね、私もね、登録、うん、申し込みさせていただきました。ありがとう、うん、そう、なかなかね業界でこういう風に取り組むっていうのがやっぱまだまだ難しい部分なんだけれども、うん、少しずつこうやって輪を広げていけることが嬉しいなと思うし、うん、やっぱ不動産業界も変わろうとしてるんだなっていう風に感じましたね、うん、やっぱりなんかこう同性カップルにとって一緒に住むって、うん、まあ、一緒に住もうねってすごい楽しいことだし、はい、夢や希望にあふれていることなのに、うん、じゃあぜひなんかこういざその現場というかね、はい、家を見に行ったりとかした時にやっぱりなんか、うんうん、そうなんですよね、なんか悪いことしてるわけじゃないのに、うん、なんか伝えられないなとか、うんうん、伝えられたとしてもちゃんと対応してもらえなかったらどうしようとか不安とかいっぱいあると思うんですよね。そうだよね、私もそうだったし、だからもうねその業界の方たちに、うん、まあ、LGBT のことを知ってもらうというのはすごく大切なことだと思うし、はい、まあ、それがどんどん広がっていってね、うん、なんか安心して家を借りるって当たり前の権利じゃない。そうなんだよね、住む場所って。そう、なんかさ、ね、そんなの、そうなんだよね、怯えてやることじゃないし、うんうん、ってことでね、ワクワクしてさ本当お部屋借りたいのに、うん、なんかそこがねちょっとネックになるっていうのは良くないなと思うので、うん、まあ、アイリスがどんな活動をしているのかということを知ってもらう一つのきっかけかなとも思いますので、ね、ぜひぜひ、はい、ご参加ください、はい、申し込みが明日までなんですね。明日までです、はい、で6日の木曜日の17時から1時間半のイベント、はい、申し込みが無料ですね、無料です、無料の参加ですね、はい、
かしこまりました。はい、以上僕の告知でございました。はい、じゃあ私の告知言ってもいいかしら。はい、お願いします。はい、ぜひお願いします。画面の方出るかしら。あ、出た。これね、はい、私の原作、僕が夫に出会うまでの漫画の連載ですね。連載、これ第5話が今こう、なんだ、私が高校時代好きだったことを、ね、同棲が始まっちゃったよみたいなね、そういう第5話だったんですけども。結構セクシーだね。セクシーなんですよ、これ、ね、本当にリアルでこれあって、ね、本当に一人暮らし用のさ、はい、私が借りてた部屋に、はい、その好きな人もいて、あれあれだね、そう、一緒に住むみたくなったんだけどさ、はい、パンツ一丁でね、隣で寝られてさ、はい、でも私は伝えてないし、好きとかゲイだってことも伝えてないから、うんうんうん、なんかもうほんとモンモンして寝れないっていう日がずっと続いたみたいな。しかも同じベッドに寝てるの、これすごいね。同じ布団だったんだよね、当時ね。そうそう、パン一で寝られて、ノンケあるあるだね。 そのパンツがすげえなんかこうテント張ってるみたいな横で寝なくちゃいけないみたいなそういう話めっちゃ好きなんだけどさ、なかなかね、こういうところではね、はい、そうです。まあそういう作品ですね。いいね、いいなそう、はい、でその第6話がですね、はい、どうしよう、はい、これですね、僕の夫に出会うまでの第6話が今週の金曜日、うん、だからそのそうだね、うちのイベントの翌日ですよね。7日かな、はい、8月の7日の朝、はい、多分6時とか7時とか、はいはい、その辺で、ね、うん、第6話が更新されるっていうことの告知でした。すごい、うん、楽しみだね。なんかそのさ、ちょっとエチエチなシーンもあるんですね。エチエチなシーンが、はいはい、あると思う。あ、その第6話にはないかな。 あ、ない、うん、あるね、エチエチなシーン、はい、まあね、結構最後の方にバンと分かんない、うん、ちょっと私も見てないから分かんないけども、ね、はい、私、はい、エチエチのシーンもちょくちょく入ってる感じかな。確かに、なんかさ、僕高校時代さ、仲いいのんけとよく1週間お泊まりとかよくしてたの、はい、で大体さ友達ん家によく行ってたんですけど、うんうん、その子はやっぱ体育会系でハンドボール部出身で、まあ、インハイとか出てるの子で結構、はいはいはい、ザ体育会って感じなんですけど、やっぱパンインチでよく寝るよね、のんけって。そうなんだよ。当時はさ、マジ鬱陶しいとか思ってたけど、ね、今思い出すと、うん、あ、確かに上がるわっていう。無邪気に誘惑してくるというかね無邪気にね、のんけらしい感じ、うん、そうなんだよ。それは本当に罪深い、ね、罪深い。その、そういうね、うん、はい、ちょっと楽しみというか、うん、そういったものも漫画に含まれているということですね。そうですね。でごめん、もう一つあったの忘れてたんだけど、はい、完全に、そうなんですよ、制服、ね、そう、制服関連のことで、うんうん、はい、私今ね活動してるじゃないですか、うんうん、江戸川区の制服を選択制にしてくださいっていう活動をしているんだけど、はい、まあ、そのつながりでですね、はい、11日を予定しているんですけども、はい、まあ教育におけるジェンダー平等かっこ制服問題みたいな、はい、まあ、かっこ仮なんだけども、うん、この題名が、うんうん、福島みずほさんという参議院議員の先生が司会をされる、はいはい、まあ、これズーム配信のイベントなんですけども、はい、私もそこで出演させていただくことになりました。ね、私がね今どういうふうに向き合っていて、うんうん、今度は江戸川区長、あと教育長に、はい、面談しに行って、その署名を渡したりとか、はい、あとはこういう、私がね求めてるのは、まあ、制服のちょっと検討委員会みたいなのを江戸川区で立ち上げてもらえませんか、うんうん、みたいな、はい、もうなくすとかね、そういうことじゃなくて、はい、まあ、一回もうみいろんな人集めて検討しませんか、うんうん、みたいな、その制服のあり方、はい、困ってる人がどんだけいるか、例えば、はい、本当にトランスジェンダーだけの問題じゃなくて、うん、本当 宗教、そうだね、宗教でね、うん、例えば肌見せられない人とか、うんうん、じゃあどうするのって、うん、そういういろんな方面から検討が必要だということで、はい、そういうのを立ち上げてくれませんかみたいなことをね、はい、やっていきたいと思ってるんだけども、まあ、そういったところ各地でやっぱ起こってるんですよ、はい、そういう各地で活動している方が集まって、はい、まあ、福島みずほさんが司会をやられてやります、はい、これが11日を予定しています、はい、これもね詳しい情報を私のツイッターなり、はい、番組でもリツイートをしていただく予定なので、はい、よかったらね見ていただけたら、はい、僕もリツイートしときます。ありがとうございます、うんうん、確かに制服ってやっぱりさ、うん、選択できるのが一番いいよね。そうだ ね、押し付けられてそうだね、苦しい思いしている人がいるんだったら、うん、例えば何か違うものを選べたりとかね、うんうんうん、女の子だってね、ネクタイしたいという子もいればさ、うん、あとはズボン履きたいという子もいるだろうしね、うん、男の子だってリボンつけたいと思う人もいるわけだから、だ、ね、本当に、うんうん、だからそれはね、ちょっとずつ進めばいいなと思ってます、はい、ぜひね見守っていっていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは1時間枠でお送りしてまいりましたが、本日の放送は以上となります、はい、今日も番組を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。また来週、はい、この番組はライフネット生命の提供でお送りしました。